私は返済不要な巻口記念教育基金会の奨学金をいただいたんですけれども、お金をいただくということは本当にありがたかったですね。学長に授与式の時に皆さんはお金だけじゃなくて時間をもらったんだよというふうに言ってくださって、奨学生になる重みや責任感、またその勉強で結果として返していきたいなという気持ちが募りました。2年生の前期の成績で学業奨励賞をいただくことができて、親孝行ができたなと思って、短大生活2年間の中で身についた一人を大切にする気持ちを大切にして、勉学などいろいろなことに挑戦できました。